これなんでこんな信憑性のある話をしてるかっていうと、はい、TBS の人に聞いたの。あ、そうなんですか。そうで、なんでかっていうと TBS は楽天に買収されそうになったと、はい、それで TBS のもう人は三木谷さんのとにかくスキャンダルを探せみたいに、あいつを追い落とせみたいな、失脚させろみたいな。そう、でもなんか下ネタから何から全部集めてたんだって最近ガーシーに暴露されてましたね結構ひれ暴露されてましたよねあれだってなんか秘書室の人とかがガーシーにネタ提供してるらしいから、うん、そうで最近結構窮地に追い込まれてるから、はい、なんか最近なんか社内でありがとうとか言うんだって、はい、三木谷さんがあ、もう誰が敵か分かんないからいや、なんかついに感謝の言葉を覚えましたねみたいな話になってらしくてそれは別にそうなんだ。いや、でも本当になんか部下に対してはめっちゃ厳しいらしいのよ、はい、ああ、まあ、そう、なんか経営者ってそうなんでしょ。なんかちゃんね、こういうことしてくれてありがとうとか、うん、絶対言わない人なんだって、はい、それが最近言うようになって気持ち悪いんですけどらしい。それ、まあ、それはどうでもいい話なんだけど、あ、だけど本当に TBS の人は、はい、その要は記者の名刺を持って、はい、いろんなところに取材に行くわけよ、はい、取材と称して三木谷さんのそのなるほどネタをつかみに、そうネガティブネタをつかみに行ってるわけ、うん、でもさ、テレビ局から取材来たらさ、ペラペラ喋っちゃうじゃん。まあ喋っちゃう人もいますね。わ、テレビ局から取材来たとかっつって、はい、知ってるネタをね、なんか喜んで知ってるネタをペラ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 喋るわけよ、はい、そういう仕事をしてた人が、はい、ただ編成局って、はい、実はその CIA みたいな人たちがいるのよ、テレビ局。へえ。だからその編成局と言いながら別に番組編成にも関わってなく、はい、取材をしてるわけでもないんだけど、そのトップシークレットネタを垂れ込み屋みたいな、はい、その週刊誌の取材みたいなのやってる人がいるのよ。へえ。その人が一番エリートなわけ、はい、一番高級取りでエリートなの。それが TBS にもいたってことは、うん、俺担当もいたわけじゃん、フジテレビに。絶対いたでしょうね。そう、この時期でそいつらがうちの辞めた幹部社員とかにヒアリングに行ってたんだ。あ、堀江貴文のなんかネタ教えて、ネガティブネタないっすかみたいな。はい、で一人だけ引っかかって、はい、そいつが垂れ込む。へえ。でもね、そいつはそうだと思ってなかったっぽくて、はい、だそいつの入り口のどうしようもないネタから始まってるの、事件。そっから芋づる式にみたいな、芋づる式に出てくんだろうと、うん。